あ、こんにちは、マロです。本日はですね、こちらを紹介していきたいと思います。ほい、よいしょ。はい、こちらゼンハイザーの新作ヘッドホン HD660S2 でございます。オーディオファンの方はですね、前作の HD660S をねご存知の方多いと思うんですけど、名機と呼ばれた大人気モデルのね、その後継モデルでございます。名機が進化したということで、音質素晴らしいんじゃないですかね。先日発表されたばかりで、ゼンハイザーファンの方はですね、注目されてる人多いんじゃないかなと思います。僕もゼンハイザーのね、ファンなんで、めちゃくちゃ気になるモデルですね。こちらですね、発売日が2月21日、そして価格がですね96,800円と、かなりねハイエンドなモデルなんですが、今回はですね、ソノバコンシューマーヒアリングジャパンさんから製品をご提供いただきました。では進化したですね大人気モデルは一体どんなサウンドなのか、ちょっと体験検していきましょう。ではですね、開封していきたいと思います。まずですね、箱を開けると、はい、このようにですね、シルキーな、袋に包まれている本体ですね。こいつを開けると、はい、こちらがヘッドホン本体ですね。こう手に持ってみると結構軽いんですよ。すごく装着感は軽そうです。そんなに派手派手ではなく、シンプルなデザインっていう感じですね。っていうのがね、僕あのフラグシップモデルの HD820 も使ってるんですけど、こいつはねめちゃくちゃごついんですよ。もういかにもヤバそうなヘッドホンっていう感じでしょ。それと比べると HD660 シリーズはまあシンプルかな、もっと気軽に使えそうです。まあこのごついデザインも好きなんですけどね。ハウジング部分はですね、開放型のヘッドホンなんで、このように網目状になってます。そしてゼンハイザーのこのブロンズ色に輝くロゴがかっこいい。ハウジング上部にですね HD660S2 と刻印されてます。でイヤーパッドはですね、レザー調ではなくて、ちょっとベロア調みたいなね、ふかふかした柔らかいパッドになっております。これもかなりねソフトな印象なので、装着感は良さそうな感じしますけどね。ヘッドホンの伸縮はこんな感じ。ちょっと硬いかな、これ慣れるまで力加減難しそう。でバンドの頭に当たる部分は、ここもなんかスポンジのような感じで非常に柔らかいです。で非常に軽いんですけど、ちょっと重さ測ってみましょうか。重さがですね 257g。 あ、ヘッドホンとしては結構軽いわ。ちなみにこのフラグシップモデルがですね 383g。 まあこの大きさからするとちょっと軽いのかもしれないですけど、フラグシップモデルよりも 100g 以上軽いですね。その他付属品なんですけども、ケーブルが2種類入ってます。まあ、6.3mm のこの端子が太いケーブルと、そして 4.4mm のバランスケーブル付属されてます。あ、これ嬉しいね。やっぱり僕ね、最近ダップとかそのアンプで聞くことが多いので、やっぱり 4.4mm 入ってると非常にありがたいです。そして端子の部分にゼンハイザーのロゴ入ってますね。家にケーブルいっぱいあるからさ、こうやってロゴ入ってるとありがたいんですよ。あとはですね、 6.3mm を、はい、このように 3.5mm に変換するアダプターついてます。まあこれで一般的なオーディオプレイヤーでも聞きやすくなりますね。でですね、こちらがですね本体に装着する部分なんですけども、このように二股の独特な形状になってるんですよ。だからケーブルを変えて、まあ、音質を調整したりすることは難しいんじゃないかな。僕も見たことない形状です。フラッグシップのケーブルとも接続部分が全然違うので、互換性はないです。正直この辺はね、メーカーで統一してくれたら、その壊れた時のリカバリーとかもしやすいですし、まあ、ケーブルを変えて遊んだりできるんですけどね。そして今回この HD660S2 の進化のポイントなんですけども、本体にはですね、ゼンハイザーの電化の宝刀 42mm のトランスデューサー、ダイナミックドライバーが搭載。これがですね、より最適化されたことと、振動板により柔軟性を持たせることによって、今回ですね、かなり低域の量感や質感がアップグレードされてるみたいです。激しい音楽が好みの僕にとってはかなり嬉しいアップデートですね。さらにこのボイスコイルという部分なんですけど、これが改良されておりまして、より細いアルミ線を使用することによって、前作よりも微細な音の表現力をぐっと高めているそうです。だから迫力とより繊細なサウンドが両立されているということですね。まあ、さらにですね、大きな変更点がインピーダンスがこのフラグシップモデルだったり他のモデルと同じように、以前の150オームから300オームに変更されてます。ですからちょっとスマホなんかで鳴らすには出力が厳しいかなと
思います。ある程度出力が高いポータブルプレイヤーやアンプなどで鳴らすのが好ましいですね。まあ、以前からめちゃくちゃ大人気のモデルなんでね、一体どんなサウンドを鳴らしてくれるんでしょうか。では音質体験してみましょう。まず装着感なんですけども、つけ心地はね軽いんだけど速圧ちょっと強いかな。パッドの質感はめちゃくちゃいいんだけどな、中最初硬いんだよね。装着するとこんな感じですね。フラグシップモデルと比べるとかなりね落ち着いた印象です。じゃあ行きます。ほい。あのね、音がめちゃくちゃ近いね。音場の広さや開放感はですね、密閉型とはいえこちらのフラグシップモデル HD820 の方が豊かに感じるんですけど、まあ、どっちかというとモニターライクなサウンドでもあり全体的に音が近い印象ですね。でもね、全然不快じゃないんですよ。こんなに音近くて不快じゃないモデル僕初めてかもしれない。はい、それではですね、実際に使ってみたね感想をお伝えしたいと思います。結論から言いますと、この HD660S2 お前がナンバーワンだ。あのね、僕フラグシップモデルも使ってるんだけどこっちの方が好きかもしんない。これよりも好き、個人的には好き。ではね、この HD660S2 何がいいのかと言いますと、僕3つめちゃくちゃいいなと思ってるポイントがございまして、まず1つ目が音の近さですね。さっきも言った通りですね、僕が今まで購入したヘッドホンの中ではかなり音が近い印象です。ただですね、不快感を感じないギリギリの距離感っていう感覚で、ボーカルだけじゃなくそのギターサウンドとかも結構近いなって感じちゃうんですよね。ボーカルのすぐ後ろで、まあ、アコギなんかのポロンポロンとしたよりアコースティック感が強くて小気味のいいサウンドがボーカルのすぐ後ろから鳴ってるような印象で、楽器の魅力がこれでもかって堪能できるくらい気持ちがいいです。でね、この音の近さで何が一番素晴らしいのかと言いますと、ボーカルですよ。ボーカルがたまらんのよね、これ。あのね、製品のご提供いただいて、あんまりこういう表現をねするのは良くないと言いますか、ひょっとしたらね怒られるかもしれないんですけど、ボーカルがねくっそエロいのよ。多分ね、僕のチャンネルを見てくださってる方はほぼ 100% ダンシーだと思うんですけど、好きな女性アーティスト聞いてみ、ゾクゾクするよ。あのボッチザロックなんかね、あの人気だと思うんですけど、聞いてみこいつで、耳元で歌ってるみたいってこういうことよ。息遣いまで耳元で感じるような歌声の近さと、当然ですねこのクラスになると解像度や音の透明感ってもう半端ないので、すっごいシルキーで気持ちのいい歌声ですね。でここも意外とポイントなんですけど、適度な音の丸み、ウォーム感がある。これによってこんだけ近くで音楽が堪能できるにもかかわらず、全く音が刺さったりキンキン響いたりする印象がないんですよね。ただくっきり感は損なわない、もやついた音の印象もないギリギリの味付けっていう感じで、もっとくっきりしてほしいだとかそういった不満っていうのも全然ないんですよ。この特別シャキシャキしてない音っていうのが耳当たりすごくいいですね。ただ全体的に音が近めなのですごく音自体は堪能できるんだけど、フラグシップモデルのような音の奥行き感だとか臨場感っていうのは少し物足りない感じがしますね。僕はこの辺がちょっとモニターライクなサウンドかなって思いました。ただそれを度外視するほど音楽をめちゃくちゃ身近で堪能できます。僕基本的に家ではっていうか、まあ、このヘッドホン自体がね開放型なんで、あの外ではね使いにくいと思うんですけど、家ではね結構ボリューム大きめで聞くんですよ。特にボーカルなんか一番気持ちよく聞けるとこまで音量上げるんですけど、そうするとシンバルとかハイハットみたいな高い帯域の楽器が耳にキンキン響いたり刺さるモデルっていうのが非常に多いんですよね。だけどこの HD660S2 は先ほども言った通りシルキーなサウンドと適度なウォーム感、そして絶妙な音の近さで大きめの音量でも気持ちよく聞けちゃうっていう、ここめちゃくちゃ気に入りましたね。そしてもう一つがですね、低域のボリューム感がかなりアップしてるところ。こういった開放型のヘッドホンって結構オーディオ初心者向けではなくて、どっちかというと結構上級者といいますか、ある程度オーディオにハマってる人に好かれるんですよ。だからそんなにねオーディオに精通してない人は密閉型の方が楽しめると思う。その理由がやっぱり低域が薄く感じてしまうところですね。開放型特有の気持ちのいい音の広がり方だとか、プレッシャーを感じにくいストレスフリーなサウンドだとか、そういった部分ね気に入る方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、いきなりハマるっていう人もなかなか少ないんじゃないかなと思います。どっちかというとやっぱり迫力物足りないよねって感じる人の方が多いと思う。特に僕みたいに激しい楽曲が好きな人はね、
でもですね、この HD660S2 はその辺がしっかり改良されていて、めちゃくちゃ低域も聞き応えアップしてます。ドラムサウンドのどっしりとした重みだとか、ベースの太い躍動感とかね、そういった楽器の音が動き回るようなインパクトっていうのもしっかり備えてるんですよ。まあもちろん開放型なので、そこまで極端に強いわけではないんですけどね、密閉型のようにボンボコボンボコ鳴る感じではないです。それでも開放型でこれだけ濃厚な低域を味わえるのかっていうのはちょっとびっくりしましたね。で、この低域が良くなったことによって中音にかけてもボリュームアップしてるんでしょうね。だから低音の重たさだけじゃなく、その楽器のサウンドっていうのもしっかり肉付けされた印象で、まあ、この辺がですね、かなり聞き応えのあるサウンドになってます。あとね、低域のボリュームが増したことによって、その高音域とのメリハリっていうのもよりしっかりしてるんですよ。だから低中高の音のレイヤーがより明確になったといいますか、全体的に近い音でもしっかり分離感を感じられるようになってます。そして最後にいいところが、タイトで軽い付け心地。見てわかる通りですね、フラグシップほどゴツゴツもしてないですし、フラグシップはね、ハウジング部分めちゃくちゃでかいんで、なんか装着してもその耳に当たったりするプレッシャーはないんだけど、なんか付け心地タイトではないんですよね。この HD660S の方がなんか頭にしっかり張り付いたような印象です。最初はね、正直底圧強いなって思ったんですけど、しばらく使ってるとその違和感なくなるんですよ。もう少し使ってると、あれきつくないやん、むしろ頭にぴったりやんってなっちゃうんですよ。知らんうちにめちゃくちゃ頭に馴染んでるんですよね。ですから実はこれ1週間以上使ってるんですが、長時間視聴でも全く疲れないですね。っていうか、僕これつけたまま音楽聴いて普通に寝落ちしました。それくらいいいです。優しいというよりはタイトで安心感のあるつけ心地ですね。こういった装着感のヘッドホンって家になかったので、ここもちょっとびっくりです。でね、300オームと、まあ、インピーダンスも高いんで、そのハイエンドモデルのラップとかじゃない鳴らしにくいのかなと思ったんですけど、まあ、こういったコンパクトでちょっと中堅的なポジションのラップなんかでもめちゃくちゃいい音で鳴らしてくれますね。まあ、そのようにですね、ある程度いいポータブルラップでもめちゃくちゃいいサウンドを鳴らしてくれるんですが、僕はですね、ゼンハイザーにハマってから、ゼンハイザーのヘッドホンアンプ HDV820 をね、デスクに鎮座させてるんですが、これで聞くと全く格別にいいのよ。まあ、普通クラスのアンプだとかダップで聞いてもいいんだけどさ、これにつなぐとね、より静寂感だとか、その音の透明感っていうのが増して、でふわっと消えていく余韻にも音の力っていうのが増して、音が溶けて綺麗にフェードしていくのをめちゃくちゃ感じるのよ。この余韻が芸術的に気持ちいい。もうたまんないっすね。というわけで HD660S2 紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。あのね、僕以前ツイッターでね、つぶやいたんですけど、めちゃくちゃ使いやすくていい音のヘッドホンを探してたんですよ。その時に前作の HD660S も視聴しに行ってるんですよね。でもあんまりしっくりこなくて、なんか全体的にフラットだな、面白みないなっていう感じで、正直満足できなかったんですよ。まあ名機とは呼ばれていたんですけどね。だから結局別のヘッドホンを購入して動画の中で紹介したんですけどね。でも今回の HD660S2 はうちにあるヘッドホンの中で今一番気に入ってます。この HD820 よりも気に入ってます。だから僕毎回ね、ゼンハイザーがすごいなって思うのはこのアップデートですよね。まあ、ワイヤレスイヤホンのモメンタムだとか、その有線イヤホンの IE300 とかもそうなんだけど、毎回度肝抜かれるぐらい音質がめちゃくちゃ良くなるのよ。ぶっちゃけイヤホンの IE80 シリーズとかも名機って呼ばれてるんですけど、それも僕みんなが言うほど魅力を感じなかったんですよね。だから昔からゼンハイザーのサウンドが好きなわけじゃなくて、僕今のゼンハイザーサウンドがめちゃくちゃ好きなんですよ。やばいんですよ。それくらい音質の進化が毎回すごすぎる。だから今はね、この HD820 よりもこの 660S 気に入ってるんだけど、このフラグシップモデルの後継機とか出たらやばいよね。おそらくとんでもないサウンドになりますよ。以前 HD660S を聞いてこれじゃないって感じた人はこちらの S2 を聞いてほしい。全然聞き応えと気持ちよさが違うから、ぜひともこれで好きなアーティストの歌声をじっくりねっちり味わってほしいです。気になる方は概要欄にリンク貼ってますので、一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。